シティキャストの皆さん、こんにちは。東京パラリンピックやり投げ競技に出場しました、順天堂大学の山崎明弘です。私は、F46 っていうクラスで上肢の切断と機能障害のクラスでやり投げ競技に出場して7位入賞をしました。初出場という中で、新国立の舞台で、5年間かけてやってきたものを、成果として、表すことができて本当に嬉しく思っております。パリ大会に向けて、また日々練習に打ち込んでいますので、また、注目して見ていただけたら本当に嬉しいです。大会の皆さんとの思い出といって言えば、まずは、選手のサポートに携わっていただき、支えていただき、本当に感謝しております。大変な状況ではありましたけれども、選手のためにこういったボランティアという立場ですが手を差し伸べていただいたことに本当に感謝しております。私としては、フィールドキャストの皆さんとの関わりが強くあり、試合前のアップ会場では笑顔で出迎えていただいて、試合直前まで元気よく応援していただいて、笑顔で見送っていただいたことが試合の前のすごいリラックスにもなったりとか、本当に励まされました。本当にその際は、ありがとうございました。まだまだ、東京大会無事に終了することができましたけども、まだコロナ禍だったりとか暗いニュースが多いことが、あるので、皆様とスポーツを通して、一緒に交流をしていって、世の中を勇気づけられるような活動ができたらいいなと思っております。この度は東京大会の、ご協力本当にありがとうございました。